なるほど。思ったよりもはしゃぐわ。ゆきともアプリ。それでは始まりました。第1回ゆきトーク。イエーイ。イエーイ。もちろん1回目のゲストはこちら山地さん。だいぶあれいつもと格好違くてなんか今見ても変態だなって思うけど大丈夫かな。今日ヘルメットとゴーグル忘れたんで貸しました。初滑りなんで。初滑りで忘れちゃうからね。はい、ということでね、この雪トークで、ね、始めようと思うんですけど、はい、この雪ともアプリでね、もうなくてはならない人、ほう、山地さん本当にありがとうございます。あ、僕はもう感謝しきれないですよ本当に。あ、そうっすか。ということで第1回お呼びさせていただきました。はい、ありがとうございます。まあ俺が誰かどうかはもうどうでもいい。雪トークってなんすか。いや、このね、やっぱウィンター業界ね、はい、やっぱウィンタースポーツを愛してる人、はいはい、そしてウィンタースポーツをこう伝えたい、広めたいっていう人はね、ほうほうほう、山ほどいるんですよね。そうですね。そう、そこで面白い人を、はい、僕は結構知ってるので。なるほど。それは見た目的にじゃなくて。見た目的にもあり。なるほど、なるほど。をこのシリーズでやっていこうと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。撮影中の山地さん、ゆきトーク。はい、もう1個目の質問決まってるんですよ。なるほど。ファーストクエスチョン、はい、これはね、スキーのどこが好きですか。非日常っすね。あー、わかる。こうポカポカの陽気の今日みたいな日ですよね。そうっすね。景色がいいんで気持ちいい。あとは、まあ、それプラス疾走感っていう感じですね。景色だけだったら他にもいろいろあると思うんですけど、そう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 、それを兼ね備えたっていうのですごい面白くてハマってますね。あー、めっちゃわかりますね。このストレス社会。うん、そうなんですよ。スキーをすると吹っ飛びますからね。やばいっすね。帰りたくないもん。ね、はい、山地さん、はい、次に聞きたいのは、はい、山地さんがスキーを始めたきっかけ。始めたきっかけ、修学旅行の時に、めちゃくちゃ楽しかったんで、その学校の行事がきっかけですね。あ、僕スノーボードその時できたんですけど、はい、スキーできなくてすげえ悔しかった。ああ、なるほど。でも今やってるけど、今スキーやってるから楽しかったんだ。そうですね、めっちゃ楽しかった。引率の人がちょっと特殊な人で、まあ、いいか悪いかって言ったら悪いのかもしれないですけど、あそこら辺集合ねみたいな感じで、ああ、自由にやらせてくれた。自由にやらせてくれたんですよ。マジでよかった。それがスキーレジウムにつながったと。あ、そうっすね。適当なんで。じゃあハマったきっかけはそこから。あ、ハマったきっかけは、まあ、友達と行って、うん、そのスキー旅行が本当楽しかった、うん、景色が良かった、あとは焼肉が美味しかったっていうのが理由ですね。焼肉、うん、焼肉ですね。その旅行に行った時に泊まった焼肉屋さんがめちゃくちゃ美味しかったんですよ。スキーが、まあ、運動もして気持ちいいし、運動後のご飯も3倍美味しいしみたいな。そうっすね。スキーって最高じゃんみたいな。そんな感じっす。でそこからハマってった。そうっす。もう旅行、この旅行は年に何回も行かなきゃダメだって。ああ。でもそれあれですね。本当に YouTube の内容に繋がってますね。そのまま、ね。そのまま。それを貫き通してる感じです。そうそうそう。なかなかない、ないと、ないですもんね。結構技術系の YouTuber 多いけど、そうなんですよね。ないから。うん、びっくりするんですよ。その初滑りでする練習するべきこととか皆さん。スキーヤーの方って挙げられるんですけど、ね、スキー練習しに行くのみたいな、まあ、そういう感じですね。自分は、ね、そんな YouTube で、はい、ぜひ見てください。面白いんで。あ、ありがとうございます。楽しみましょう。じゃあ。ふぅヤマシーさんが、はい、僕はもう YouTube ずっと見てたんですけど、もうスキーが好きってことも本当にわかるんですけど、はい、ありがとうございます。なんで YouTube 始めたんですか。なんで YouTube 始めたか、それはですね、やっぱ
この面白さをみんなにも伝えたいっていうのは、まあ、もちろん心の片隅にもあるんですけれど、どうしてもやっぱ始めにくい人たちの少しでも手助けになれればいいなと思ってて、今って昔と違って好きが流行ってた時代とは違ってやってる人が少ないんで、好きって教えてもらわないとなかなかできないスポーツだと思うんですけど、昔はね、会社の先輩とかその辺にいっぱい教えてくれる人がいたんで、その環境って簡単に整ったと思うんですけど、今はその環境が ないんで、レッスンでお伝えするとかは自分できないですけれど、情報を発信することでみんなでも、あ、そうそう、みんなにそういった情報を公開することで少しでもお役に立てればいいかな。ヤマシーさんの YouTube は結構お得な情報とか、はい、ここ楽しいよみたいな感じで、こう初心者も一緒に楽しもうよみたいな感じですよね。そうですね僕は正直技術系とかってちょっとしか見ないんですけど、はいはい、なんか楽しそうだなと思ってYouTube チャンネル登録しちゃいました。ありがとうございます。山下さん、今シーズンなんか面白いことやるんですか？今シーズン、なんか先シーズン北海道行ってたじゃないですか。はい、いいなと思って。今年は東北に遠征に行きたいなと思ってました。あそこですか？また同じとこですか？じゃなくて、まあ、八甲田にも行くんですけれども、いや、他の湯殿山スキー場だとか。あ、知らない、まあ、アースポッパーにもこう入ってるんですけれど、聞くところによると、まあ、7割パウダーらしいなんか地元の人たちに聞くと、なんかちょっと故障が入ってるっていう疑惑があるんですけれど、下等高原のスキーパトロールの人も8割がなんか、うちはパウダーですって言ってたりするし、いや、ほんまかいなっていうところはあると思うんですけどまあいや、7割パウダーらしい。いや、東北ってね、結構なんかいいとこありそうっすよね。いや、そうなんですよ。なんか知らないだけで、そう思う。俺も行ってみたいな。北海道は結構ね、飛行機で行く人が多いんで、あれなんですけど、その東北の安比高原とかはもう行ったことがあるんで、その他のちょっと違うところにも行ってみたいなって思ってる感じですね。八甲田も行ったことだし、もう行きたいな。なんかこう行き友アプリ使って、はい、なんか現地でなんかその日いる人見つけてちょっと教えてもらえたりとかしたら、なんかそんなことできたらいいな。はい、やりたいですね。いいですね探しておきます。ありがとうございますヤマシーさんはいろんなものに興味がおありで、高設置と喋ってますヤマシーさん、はい、ゆきともアンバサダーになっていただいたわけなんですが。お、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。おとと、前、結構もう一番最初からもう本当にね、もうアプリが出来上がった瞬間ぐらいのみたいでしたっけ？まだ出来てない時でしたっけ？まだ出来上がる途中ぐらいの感じでしたね。そう、それぐらいの時に、ただの僕は一般人の人が山下さんに DM 送ったら、面白いですねっつってなんかすげえありがたかったです。いやいや、こちらこそ声かけていただいてありがたかったっすよ本当に。で、そう、それでアンバサダーになっていただいて、はい、ヤマシーさんはどんな感じでこのアプリをこう使っていきたいなとか、はい、なんかそんなのはありますか？ああ、そうですね、まあ去年そのゆきともアプリを通じて知り合えた、つながった人が北海道にいるんで、はいはい、今度北海道に行く時とかはそのアプリを通じてその人をちょっと追っかけてみたいな。なんだろう、普段行くところだったら結構一緒に滑ったりするんで、まあ、特別感自分の中であんまなくなってきちゃったんですけど、やっぱこう普段あんまり行かない、年に1回しか行かない方な地域に行った時に、ああいったアプリがあると楽しみが増えますね。本当、ヤマシーさんね、いろんなスキー場にねポツポツ行きますもんね。ポツポツですポツポツ、ね、知らないところにスキー場行くってわかんないですもんね。コースもとりあえずやってみてみたいな、うん、ご飯も
とりあえず食ってみてみたいな。そうですね。でも意外とそのローカルの人に聞いたら、はい、知ってることたくさんあるしみたいな。ありますあります。ってことですよね。そうそうそう。日本全国スキー雪友に会いに行くツアーみたいな。スキーでやってる感じですね。なるほど、そういう使い方もいいですね。あ、次は雪と喋ってます。なんか狭山のところより氷の粒でかいっすね。ということで山椎さん。はい。じゃあ今年もスキー楽しみましょう。楽しみましょう。はい。また雪とも見て一緒に機会があったら滑りましょう。滑りましょう。はい。我々は選手じゃないんで。そうなんですよ。じゃあ皆さんさようなら。さようなら。終わっちゃったけど大丈夫か。